私たちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の料理は簡単ロールキャベツを作ります。今回教えてくださるのは西尾さんです。よろしくお願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市坂名市にあります滝室窯さんから、器を貸していただきました。滝室窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。はい、今日は、はい、簡単そうなんです。はい、ということで、はい、意外とちょっと手間がかかる料理のイメージがあるんですけど、今日は、はい、これを半分を4等分にしていただくだけでできますので、うん、じゃあ早速、はい、お願いします。はい、最初に玉ねぎを切ります。はい、4等分切っていきます、うん、ではニンニクを、はい、入れます。はい、ミンチ入れます。はい、はい、あ、ちょっとしんなりしてきましたね。はい、このお鍋の中に、はい、こちらを、はい、移します。そこへ、そこへ水溶き片栗粉、はい、そうなんです。して、はい、これでしばらく、しばらくちょっとだけ蓋をして煮込みます。はい、はい、はい、では盛り付けです。巻かずにできる、あ、そうですね、簡単、はい、はい、ロールキャベツの、はい、メインのお料理の他にもいっぱいご用意していただいてありがとうございます。それでは早速いただきます。いただきます。なんか甘みがあるよね。全然大丈夫、甘みがある、うん、野菜のね、うん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 、地産地消クッキングでは阿蘇市の窯元から器を提供していただいています。阿蘇市坂名市にある滝室窯さんは若き陶芸家が父の後を継いでスタートさせた窯元で、普段使いのできるシンプルなデザインの器を製作しています。